はい、おはようございます、安弘です。アルテマに使っていたこのサーボですけども、ちょっとね調子が悪いんで、こちら、新しいサーボ、双葉の HPS-CT701 って言って、性能的にはですねこんな感じで、6V で 0.08、7.4V で 0.07、トルクが、6V で 23、7.4V で 30 ということで、スピードトルクとも、申し分ないですね。ただこの HPS-CT701 は、僕が使っている、サーボじゃなかった VNTXR では SR が、できないんだよね。この、ね、S バス2っていうのがあるんだけど、これが僕が使っている、ものでは使えません。ですから、普通に使います。で、大きさは見ても分かる通りこのようにね、かなりサイズが、違うのが分かると思いますね。こんな感じ。重量もねかなりこっちは軽いです。こちらかなり重たい。これはもともとこれはねエンジンバギーなんかに使うサーボなんですけどもね、8分の1とかに使うサーボです。取り付ける前にね、このサーボの、センターを合わせておきます。そして、動作をね、右左右左いいですね。リバースターン動きはこんな感じで、ですよね。よろしいんじゃないでしょうか。はい、取り付けが完了しました。こんな感じ、こんな感じだね。こっちがね、で、回すと、これを回すとこんな感じに、かな、こんな感じだね。こんな感じで、です。以上ですね。今日は双葉の HPS-CT701、このサーボに、乗せ替えて、動作を、確認してみました。まあ悪くないと思います。で、今日はちょっと天気が悪いんで、走らせるのは次回ということで、今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。